はい、何しましょうか。醤油ラーメンください。はい、味噌ラーメン一丁。ちょっと待って、醤油ラーメンを頼んだのに。まあいいや。しかしここのラーメン屋さんって古いよね。好きだな、日本のこういうとこ。私はマレーシアから来た留学生リュウ。日本は今年で6年目かな。まあかといって日本語はまだまだ日々勉強中。日本語ができない人とは付き合えないわ。こういう経験を二度としたくない。だから俺は決めたんだ。出会った全ての人に日本語を教えてもらおう。はい、味噌餅。何これ。すいません、伸びてるんですけど。うちはいつもこうだよ。うわぁ、何このラーメン屋さん、怖え。まあいいや、食べよう。お、お客さん来たぞ。この人に日本語を教えてもらおうかな。味噌。はい、醤油一丁。しかもここ麺伸びてるんですよ。あの、ちょっといいですか、はい、あの今日本語を勉強してまして。なんかいい日本語ないですかね。いい日本語。はい、いきなり言われても。あ、いきなり言われても。確かにそれ日本人がこう困る時によく言う言葉じゃないですか。ありがとうございます。これではっきり分かりました。はい、醤油ラーメンお待ち。煮卵おまけしといたよ。マジで？なんで俺にはサービスなかったの。またお客様来たね。この女性にも日本語聞こうかな。はい、何しましょう。味噌ラーメンください。はい、味噌一丁。おお、女性には優しいんだね。すいません。何？今自分日本語を勉強してまして。なんかいい日本語ないですかね。ワンフレーズください。日本語？はい。マジ困るんだけど。マジ困るんだけど。確かに自分困るときに困りますしか言えなかったんですけど。マジ困るんだけど。その組み合わせは確かにすごい困っているというのが伝わってきて。いや、ありがとうございます。勉強になりました。会計お願いします。はい、650円ね。650円。はい、ちょうどです。はい、ちょうど。あ、ちょっとすいません、店長聞いていいですか。ん？聞いていいですか。いい日本語知らないよ。あ、いい日本語じゃなくて、あの日本語の女子の和とがの違いを教えてください。自分でググれ。自分でググれ、自分でググで調べなさいってことかな。なんだ、いい日本語じゃない。今日勉強になった日本語をまとめると、いきなり言われてもマジ困るんだけど、自分でググれ。